まずこれはちょっと命に関わるような痛みの出方なので、これの見極め方は非常にシンプルで、まずやってほしいことはどっちの痛みなのか。はい、整体院婦科院長で理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3件以上の整骨院、整形外科、整体院に通っても痛みが改善していない、もしくは痛み止め湿布で痛みをごまかしている、そんな患者さん向けに根本的に痛みを改善していこうというね、あのチャンネルテーマでぜひね見てください。松田さん、はい、肩甲骨の内側が痛くて、うん、内側、はい、肩甲骨ね、この辺、そうですね、じゃあ、こっち、そうですね、内側が痛くて、はい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 、これってどうにかならないですか？あ、ざっくり。ここが痛いっていうんですよね。はい、ね、でもいろいろ原因があるな。何個かあって、まず筋肉、関節、内臓、あとは血管だったりとかっていう内科的なところもあり得るかなっていう、いろんなものが考えれる可能性がありますね。はいはい、に関しては。ぜひそれを教えてください。それをね、OK、行きましょう。まあ一番多いのは筋肉の話なんですけど、筋肉の話から入っちゃうと、全部筋肉でいけるわってなっちゃう場合があるので、ちょっとイレギュラーなやつから紹介していった方がいいかなって気がしてます。で、背中のこの辺が痛いと、例えばこれが背骨で、ここに肩甲骨がありますと、で肩甲骨の内側となってくると、まあ、この辺ですよね、この辺りが痛いってなってきた場合に、まずちょっとイレギュラーの話からいきます。なんでかって言ったら、これ私たちが触っちゃいけない場合と、あとはすぐに病院に行った方がいい場合もあるので、イレギュラーから話します。で、まずこの肩甲骨の内側のこの部分に痛みが出て、もし激しい痛み、なんかこう胸を押さえつけるような、となるような痛みがあったりとかっていう場合であれば、これは心臓の可能性もあるなというところはまず覚えてください。背中にね、こう来るような痛み、キューってなるんですよ。で、普通はですね、なんかね、あーなんかゴリゴリしたいなみたいなとか、筋肉緩めたら楽になるよなみたいな、あー楽楽、なんか孫の手みたいな、猫の手みたいなですか、でこうでゴリゴリして、あー楽になったみたいなやつがほぼなんです。後から話しますけど、ほぼなんですけど、その中でも一部全然取れないみたいな、筋肉緩めてもっていうパターンがあります。その場合は心臓のパターンもあって、でこの胸郭の中、この青いところが胸椎なんですけど、この青いところの中には心臓、あとは肺、あとは食道とか気道っていうね、すごい大事なものが走ってます。で、動脈も走ってまして、心臓から出てくる動脈ですね。で、この動脈がいわゆる下に行って副大動脈っていうのになって、足に行く血管になったりとか、あとはこの心臓から上に出てくるんですけど、血管が大動脈でボンとで出てきて、そのまま頭に行く、もしくはこのまま手に行ったりとかする、でこのまま下に行って副大動脈って言って、下の方に行って、まあ足の方に行く、まあ、大体この3つぐらいの分かれてきます。で、よくあるのがね、この急カーブしてるんで、この心臓から出た瞬間、一番拍動がブンって血液を押し出す瞬間のやつが、こう急に曲がるわけですよ。全速力でパワー出した瞬間カーブみたいな、めっちゃやばいですよね。マリカーで言ったら、もう、3、2、1でもう、スタートダッシュピューンした瞬間、もう急カーブみたいな。当たるでしょみたいな感じがすぐあるんですよ。で、これが大動脈球と言いまして、これが大動脈の弓って書きますね。で、大動脈球があるのは、それ以外にもね、この上に出て、まずは一番勢いがあるもの、どこに飛ばすかって言ったら、やっぱり頭に飛ばさないといけないのがあるので、上向きに出てます。で、その後に手の方行って、足の方に行くんですけど、やっぱこのカーブのところで、いわゆるこう血管の壁にですね、毎回勢いがいいものがボン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 当たっていくので、いわゆるこの皮で言うと、こう、よどみみたいな、くぼみみたいな部分ができて、ここになんか溜まってることがあるんですよ。これがですね、大動脈瘤って言います。で、大動脈瘤自体は、何も問題はないんです。あるだけでは何の症状もないんです。ただ、大動脈瘤って言って、コブみたいなやつが、こういう血管のとこにコブがあると、ここに血液が溜まりやすいんですよね。大動脈ってこうなってるので、この部分にコブがあると、ボンって血液が心臓から拍動した瞬間出ていくときに、ここに溜まるんですよね。ビュッと。溜まって、うっと、うっと。毎回負担かけます。で、例えば運動を急にしましたとか、高血圧の人とかっていうのが、急にこの大動脈瘤のところが一箇所にずっと溜まってると、ここの部分が破裂しちゃうんですよ、バーンと。で、これが大動脈瘤の、大動脈破裂って言いますね。でも一番でっかい心臓の大事な、心臓から出た血液の大事な部分が漏れてるので、もうこの時はもう急にもう倒れます、バーンと倒れて、ほぼ即死に近いような状態になったりします。で、この大動脈瘤の部分が急に弾けるわけじゃなくて、あ、負担が多いよみたいな、血圧が上がってるよとか、心臓に負担かかっちゃってるよって時に、この出ると風船が破れる前、空気入れすぎてにパンパンになるじゃないですか。あの状態になると
と血管って神経がたくさんあるんで痛み感じるんですよ。でこれがいわゆる背中の鈍痛とかになったりとか胸のなんか締め付けるような感じだったりとかに行き着きます。でも私は経験した限りだと背中の鈍痛っていうのを言われる方が結構多いなと思いますね。背中がなんか張ってて痛いみたいな感じで来られて実際血圧だったりとかの測定者とか、まあ、話聞いていくとこれちょっと血管系にありそうだなと思って病院行ってもらったら血圧がだいぶ高くなってて薬服薬してなくてとかでその中でお酒飲んでたりとかしてて大動脈瘤のところがちょっと前よりも肥大してるよとかねっていうのがあったりね負担かかってるよってねで内服して血圧を抑えるようにしてったら落ち着いてきました背中の痛みもっていうのがあったりしました。結構コアですけど私が今臨床15年ぐらいやってて3人ぐらい見たことあるかな。動脈ってことは片側だけ痛くなるんですか？基本的には左のことが多いですけど右に関連痛って言って飛んでる時もあるんでなんか背中全体が張ってるとか痛いとかもあったりしますね。なんかマッサージしても楽にならない場合なんかうずうずする中の方が痛いみたいななんかでもマッサージしても全然改善せんみたいなっていう場合はちょっと心臓とかは気にしてもいいかもしれないって感じはしますね。やっぱねで怖いんでこれ逆に治療してて急になくなりましたっていうのもあったりするんでこの場合はちょっと気をつけた方がいいかなと。まあ、痛いって言われたら大体背中のとこマッサージしても楽になるんですけど楽にならない。なんかだんだんずっとなんか奥の方が締め付ける感じがするなんか痛いんだよね鈍痛するんだよねっていう場合はちょっと血管系も疑ってみてもいいかなと思います。あと大動脈瘤だけじゃなくて心臓自体の何かしら病気高血圧から来る何か血管に心臓に対しての負担がかかって痛いこういうのもあるんでまあぜひぜひ頭入れておいてください。まずこれはちょっと命に関わるような痛みの出方なんでこれはちょっと気をつけてほしいかなと思います。あとはですねここで言うとまあ関節がずれてたりとかってのもあったりします。ですけどまあ関節が痛いとも筋肉が痛くなってるってところがほぼほぼ同義語なんでこれも大丈夫かな。まあ大体の場合は心臓の場合以外は大丈夫でしょうという形だと思ってください。ほぼほぼじゃあこれ痛み何なのかって言ったらまずここの解剖をしていくとですねちょっと下ろしますけどもまあここに胸椎っていうのがあってここに肩甲骨があるでこの内側のところのこの辺ってなんですけど結構この辺でもいろんなパターンがあって本当肩甲骨のど真ん中の部分の内側のこの辺りっていう場合であればまずある筋肉いますよ。ある筋肉言うとここに僧帽筋っていうのが一番表面にあります。で僧帽筋っていうのを取っていくとその下に菱形筋っていう筋肉があります。でこの菱形筋っていうこのこういう斜めに走ってる筋肉がありまして肩甲骨背骨ねこれがありますと。で肩甲骨寄せるっていう筋肉ですね。で菱形筋を剥いでいくとその下にいわゆる多裂筋とかっていうような胸鎖長筋とかっていうような脊柱起立筋っていう背骨の筋肉があります。これは肩甲骨とは関係なくって背骨を伸ばしますっていう筋肉ですね。ぎゅーっと伸ばしますっていう筋肉になります。なのでまずどれから来てるか大きくこの3つだと思ってください。まず僧帽筋はですね、これ肩甲骨についてますけど表層になりますからマッサージしたら楽になりますよという場所ですね。で大きく言うとこの菱形筋なのか脊柱起立筋なのかっていうのがまあ肩甲骨の内側の痛みになりますね。でまずやってほしいことはどっちの痛みなのか背骨の筋肉なのか肩甲骨についてる肩甲骨を寄せる筋肉なのかって話ですね。でこれの見極め方は非常にシンプルで2つの筋肉の違いは肩甲骨についてるかついてないかです。なので肩だったりとか脇のところをこう持ってもらって肩甲骨をグッて寄せてみてください。ここに寄せた時に楽になるってことであればこれ背骨の位置って変わってないですよね。肩甲骨の位置をこう寄せてあげただけで楽になったってことであれば肩甲骨が寄った時に緩んでる筋肉いわゆる菱形筋の可能性が高いですよね。あとは僧帽筋もついてる僧帽筋の可能性もあります。なんで肩甲骨をこう寄せる胸を張ると背骨も反っちゃうので何もない状態で座ってもらった状態ですね座ってもらった状態でぐーっと寄せてみて楽になるってことであればこれはここの菱形筋の問題かなと思います。はい、これがまず一つ目です。で逆に言うと肩甲骨寄せてもやっぱり奥の方がなんかドンピシャで痛いなっていう場合であればこれは背骨の筋肉かなと思います。いわゆる背骨の筋肉伸ばすっていう筋肉ですね。で今現代っていうとこういう風にストレートスパインっていうねいわゆるこの胸椎って曲がってるんですよ。普通こんな風に生理的な湾曲って言って腰は若干反って
って胸椎は曲がって、反り腰が悪いって言われたりしますけど、反り腰は悪いわけじゃなくて、反り腰は起きるんです。生理的な湾曲って言って、人間が生きてるうちは反って胸椎が曲がって首が反ってるっていうのが、これが一番ベストなポジションです。で、そうした時に胸椎が結構、今の人ってお腹が丸くなってて背骨胸椎が伸びてる人多いんですよ。こんな風にいわゆるこれストレートスパインって言って、まっすぐな背骨って言いますね。くねくねなってない状態で、まっすぐな背骨になってくると背骨の負担が背骨にガンとかかってきます。こういう風に湾曲があると、こんな風にたわむんですね。たわむことで人間の体を支えてるんですけど、たわまずにまっすぐなってるので、背骨に負担が来たりとか、関節に負担が来たりがあります。で、さっき言った脊柱起立筋っていうやつが、これ伸びてる状態なんで、ずっと使いっぱなしなんですよ。なので、ここの原因かどうかを見極めるときっていうのはどうするかっていうと、逆に腰を反ってみてください。腰を反ってみる。座った状態で触ります。痛いです。じゃあ、姿勢を正せる。腰をグッと丸くなってて痛い、腰を反ってみるようにしっかり姿勢よく座ってみたら痛くないってことであれば、腰が反ることによって胸椎が丸くなるんですよ。じゃないとバランス取れないんで、まっすぐなってたらこれ前に倒れちゃうじゃないですか。反るとこっちの上側が反らなくてよくなるので、これで緩みます。この上の筋肉は、反ってる筋肉は。なんで腰を反ってみて楽になるようであれば、あ、脊柱起立筋だねって話ですね。で、その人が、まあ、デスクワークとか多いんだったら多分座り方が悪いので、ここの場合であればここをマッサージしても大体良くならないので、肩周りってね。じゃあここどうするかって言ったら、背骨の原因であれば、脊柱起立筋が張ってて痛いっていうことであれば、腰、股関節、だから骨盤が丸くなってこんな風な姿勢で、こんな風に座っちゃってるのが原因になってるので、しっかりした姿勢で座れるようにしてあげるってことで、まあ丸くなっちゃう原因が股関節が曲がらないとかもあるので、股関節、お尻周りのストレッチ、あとは腰をしっかり反るわけじゃなくて生理的な湾曲作るぐらいの感じで、しっかりした姿勢ができるように、お尻の筋肉だったりとか お腹の筋肉ってところをしっかり鍛えていくっていう運動療法をやっていく。まあそうするとこの胸椎のところの奥の痛みっていうのが取れてくるかなと思いますね。で、菱形筋の部分が原因だってなった場合であれば、これもですね、結構一緒で背骨を整えてあげた上で、菱形筋をぐっと鍛えるっていう運動療法をやってあげると姿勢が良くなってきます。なんで結構肩周りだから肩周りに治療するってあんま良くなくって、肩周りじゃなくってこれは根本にある。だいたいね、肩周りが痛い人とかこの奥が痛いっていう人ってだいたい、ね、デスクワークの人多いんですよ。これも腰とか股関節が悪くて骨盤が立ってない状態ですね。まあ、こんな風に丸くなっちゃってる状態が多いので、しっかり下位置にちゃんと来るようにしていってあげると胸椎が楽になってきてくる。で、これが痛みを出している発痛点っていう、痛みを出す場所、痛みを出す原因は誘発点っていう、この腰の部分とか股関節の部分が原因になっているので、ここに治療しましょう。そうするとこの発痛点の痛みが減ってきます。そうすると痛みの戻りがなくなってきますから、根本的に痛み解決したいなと思ったら、ぜひね、今みたいな形で全身を見ていくっていう方法、あとはそれを根本的に治していくために、緩めるだけじゃなくって運動療法を入れたりとかっていうので、戻りをなくすってことをぜひやってみてください。まあ、ぜひ根本的に解決していきたい、どこに行っても解決しないね、その場しのぎの痛み治療をやってる、そんな患者さんであれば、ぜひね、私生体フッカーって言って、ね、根本治療をやってる治療院やってますので、下の方の概要欄の方にですね貼っていますので、そちらの方からホームページ、お近くのですね生体院のホームページ見ていただいて、ぜひね電話もしくは LINE でですね問い合わせしてもらって、ぜひ来店してみてください。はい、こんな感じで大丈夫ですか？はい、結構奥深いですよね。そうですね、しっかり直していただきたいなと思いますので、ぜひね今日の動画参考にして根本的に痛みを改善してみてください。はい、ということで今日はねこれで終わりにしたいと思います。今日の話よかったらぜひねチャンネル登録、高評価、コメントいただけるとすごく励みになるので、よろしくお願いいたします。あと痛みを根本的に解決したいという人、概要の方に生体復活のホームページ貼っておきますので、ぜひそちらの方チェックしてみてください。では今日はこれで終わりにしましょう。今日も動画をいただきどうもありがとうございました。また見てください。